こんにちは外資転職チャンネルのスティーブンポムです今回の動画のテーマは脳の伝え方脳の言い方伝え方断り方について解説したいと思います日本人がなぜうまく脳が伝えられないのかそこには理由があります例えば関係をギクシャクさせたくない相手に嫌な思いをさせたくない 断るることで自分だけが仲間外れにななんじゃないかあるいは失礼に当たるかもしれないえそういったようなことからですねなかなか日本人は脳を伝えることが苦手になっています日本人が脳を伝えにくい理由というのは判断基準がいくつもあってそれらが複雑に絡み合ってしまっているからなんですですのでその判断基準をまずはシンプル化することが必要ですではどのようにしてシンプル化するのかそれは皆さん一人一人24時間という時間の中でやらなければならないことあるいはやりたいこと いくつもありますつまりこのトゥドゥリストがありますこれは言葉を変えるとコミットメントリストですこのコミットメントの優先順位を判断基準にしてイエス・ノーを判断すればいいんですこの時重要なことが一つありますこのルールはコミットメントとプロダクティビティつまり生産性というのは関連性があるということです多くのコミットメントを受けてしまうとあなたの生産性は落ちるというこの現実このルールこれを知っておく必要がありますでは具体的にノ、NO、ーをどのように伝えるのか その伝え方についいいて解説したいと思いますまず1つ目これは日頃から練習をするということですこれから紹介するいくつかのフレーズをですね日頃から言う口になじませるこの練習が必要ですでこの時の重要な点が1つありますそれはですね「I'm sorry」「I'm sorry」を絶対使わないということです I'm sorry は中学生英語です。ビジネスで I'm sorry という場面もあるんですけれども極力使わないようにする。日本人はこの I'm sorry が口に馴染みすぎているのですぐに出てしまう。I'm sorry が口に馴染みすぎるとですねついついうっかり出てしまいます。出てきやすくなります。そうするとですね相手に場合によっては間違ったメッセージを伝える場合もあります。ですので I'm sorry という言葉は使わないようにしましょう。では何を使うのか ?Forgive me. もしくは My こういったようなですね、言葉に置き換えて使うようにしましょう。次にですね、え場面場面によってはですね、断る時の理由はですね、控えめにした方がいい場合もあります。Forgive me, I can't make it. I have something have else to do. もしくは、forgive me, I can't make it, I have something else planned。このようなですね、えー、言い方、えー、まずは明確に、断るという、メッセージと、他にしなければならないことがある。ここで重要なこと、は他でしなければならないこと、を詳細に伝えないということです。相手によってはそこに首を突っ込んでくる人もいます。ですから、forgive me, I can't make it, I can't do it。 I have something else to do.I have something else planned. このような表現をすればいいです。次に重要なことは、あなた自身がですね、周りの人に対して常にいい人になる必要はないということです。ビジネスをやっていく、あるいは普通に生きていく上ではですね、当然断るという場面は出てきます。ですので、周りの人を常にですね、満足させる、そういうようなことが必要ないということを覚えておきましょう。そのような時には、I totally understand how you feel. But to I have to say no. という風にですね、あなたがどういうような気持ちになるかわかります。だけど私はあえてここで No と言わなければならないんです。そういうような言葉を使って相手に対して No を伝えるようにしましょう。次の注意点はですね、よく日本人の方がやるのは、Let me check my schedule and I'll get back to you というようなフレーズをよく聞きます。 人によってはですね、聞く相手によっては、これがイエスになっている場合もあります。ですので、この I'll get back to you というような表現は極力使わないようにしましょう。使うときにはですね、これはイエスを伝えているかもしれないということを前提にしておきましょう。では、Let me check my schedule and I'll get back to you という表現の代わりに、どのような表現が望ましいのか。その場合はですね、I'm afraid I can't. もしくは I'm afraid I have to say no. そのような表現を使います。I'm afraid I can't. I have another urgent task to do. というふうにコンパクトに理由を添えて断る。明確に断るメッセージを伝える。ただしですね、もしあなたが予定さえ合えば仕事をやる。あるいは予定さえ合えばその誘いを受け入れる。そのような場合であれば、Let me check and get back to you は OK です。次はですね、 もうすでにあなたもう腹いっぱい満パンいろんな仕事をしなければならない中でどうやらあなたにその仕事が回ってきそうだということがわかっているような場合そういう予感がするような場合こういう場合は事前に予防策を貼っておきましょうその場合の表現方法としては I'm tied up with 何々 もしくは、あなたがどうやらミーティングに呼ばれていて、そこで何かの仕事を頼まれるような場合、もうすでにみんながいる前で必ずですね、I'm sorry, I don't think I can stay here until the end.I have to do A, B, and C, and then D というふうにですね、事前に前もってそれを言っておきましょう。そういうことで予防策を張る。これが重要です。ただし、それでもですね、場合によっては上司からこれやってくれと言われるかもわからないです。これからどん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 シニアなポジションを目指すキャリアアップの中では、 あなたが覚えておくべきスキルがいくつかありますそのスキルの一つにですね仕事を他の人にやらせる割り当て直させる こういうよういよななスキルが必要になってきますつまりあなたが1から10までやらなければならないところで上司からですねミーティングでさらに11個目12個目の仕事をさらに頼まれそうになった時にですね1から10のうちの優先順位の比較的低いものあるいは高いものいずれかをですね他の人にやらせるあるいは他の人に割り当てるそういうようなスキルを身につけましょうその場合の表現は If I can have someone do this then I will be able to do this. If I can have someone do this, then I'll be able to take this. というふうにですね。これをもし誰かにやってもらえたら、私はこっちをすることができる。もしくは、if you can assign someone to do this, then I'll be able to take this. というふうに。 If I can have someone do this. 例えば if you can have someone do this. もしくは if you can assign this to someone. といったようにですね。このような表現を使うことで、今与えられているこっちの仕事を誰かに回すことで、私はそっちの仕事ができます。このような切り抜け方のスキルを身につけるようにしましょう。このチャンネルは引き続き皆様にとって有効有益な情報を提供していきたいと思いますので、もしよろしければコメント、あるいはですね、いいねボタン、チャンネル登録などしていただけるとありがたいです。Okay, thanks, bye!